皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。今回は白髪よさらば、ツヤのある黒髪を復活させる魔法の方法ベスト5と題して、様々な文献にしっかりと基づいて白髪を消して美しい黒髪を再び手に入れる奇跡の方法について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。さて突然ですが、皆さんは若々しさを保つために最も重要な体の部位と言われればどこだと思いますか？目元や首元、肌のツヤや声のトーンなど、私たちの若々しさを形作るための体の部位は様々存在しています。ですがやはり最も年齢が出やすいのは髪の毛ではないでしょうか。どれだけお肌に気を使っていても、髪の毛に少しでも白髪が混じっていたらなんだか少し老けて見えちゃいますよね。またどれだけ筋トレをして全身から若々しさがにじみ出ていても、頭がハゲてしまっていたらどうしてもね、若さというものが感じられにくくなってしまうんです。そうです、私たちの若さと老いを決定的にする要因、それはズバリ髪の毛なんです。そこで本日は若々しさのために絶対に必要な髪の毛の健康を維持するための必須の知識を皆さんに分かりやすくご紹介していきたいと思うんです。最近髪の毛が薄くなってきたとか、あるいは髪の毛にちょっと白髪が混じってきたなんて感じている皆さんにとって非常に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で、若さの秘訣は黒髪にあり、一瞬で白髪を消す驚きの方法トップ5について、二言で、絶対やるな、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア5選について解説していきたいと思います。それでは早速、一言の若さの秘訣は黒髪にあり、一瞬で白髪を消す驚きの方法トップ5から解説をスタートしていきます。さて冒頭でも申し上げた通り、見た目の若々しさを維持するために髪の毛の健康というのはなくてはならないものになります。私たちの見た目を一気に老けさせてしまう髪の毛の特徴として、ハゲと白髪の2つを挙げることができるでしょう。一元ではその中でも多くの人が悩まされる白髪にフォーカスを当てて、白髪をなくして美しい黒髪を復活させる方法について解説していきます。まずは動画の構成が分かりやすいように、これからご紹介していく一瞬で白髪を消す驚きの方法を最初にまとめて発表しておきます。それは次の5つになります。1、これからの季節に絶対やるべき頭皮の日焼け止め。2、美しいツヤを取り戻すための黒髪に必須の3つの栄養素。3、毛根の汚れを洗い流す最強の韓国料理。4、ケラチンたっぷりの強靭な髪質を取り戻す奇跡の食材。5、髪が立ち上がってふさふさになる魔法の頭皮マッサージ。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。また単に白髪を消す方法を紹介するだけじゃなく、それに関連した生活に役立つ様々な知識も同時にたくさん盛り込んで動画を作っていますから、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速、一つ目の一瞬で白髪を消すこれからの季節に絶対やるべき頭皮の日焼け止めから解説をスタートしていきます。さて白髪をなくして髪の毛にツヤを出し、見た目の若々しさを取り戻すために、皆さんにこれからの季節特に絶対にやっていただきたいのが頭皮に日焼け止めを塗るということなんです。きっと多くの方が紫外線のダメージを避けるために、お肌にはしっかりと日焼け止めを塗って出かけていらっしゃることでしょう。ですがなぜかほとんどの人がお肌の日焼けは気にしているのに、頭皮の日焼けには全く無頓着なんです。私たちの腕や肩と同じように、私たちの頭もまた頭皮という皮膚によって覆われているんです。そしてこの頭皮もまた腕や肩と同じように紫外線のダメージを受けることによって、当然のことながら老化していってしまいます。
私たちの髪の毛は毛根という場所で作られて生えてくるわけですが、そこで作られる髪の毛ははじめ色のない透明な白髪です。ですが健康的な毛根においては髪の毛と同時にメラニン色素という黒い絵の具が生成され、髪の毛が黒く染められて生えてくるわけです。しかし紫外線によって毛根の細胞がね、傷ついてしまうと、このように髪の毛を黒く塗る過程が阻害されてしまって、髪が未完成の白髪のまま生えて表に出てきてしまうんです。さらに紫外線は私たちの大切なメラニン色素を直接破壊してしまうということも知られております。ですから頭に直接日光を当てるということは、毛根の細胞を傷つけながらメラニン色素を破壊するという二重の意味で白髪を促してしまう原因になるというわけなんです。このような頭皮に対する紫外線の悪影響をできるだけ抑えるためには、出かける前にお肌に UV カットの日焼け止めを塗るのと全く同じように、頭皮の日焼け止めをして髪を保護してから出かけてあげることが必要です。頭皮を日焼け止めにする方法としましては、帽子をかぶるというのがやはり最も一番手っ取り早いと思います。ですが時と場合によっては帽子をかぶれない時もどうしてもありますよね。また帽子をかぶるのがちょっと苦手ですという人もいるでしょう。そんな方におすすめなのが髪の毛用の紫外線防止スプレーになります。昨今では帽子の代わりに紫外線による頭皮のダメージを予防してくれる髪の毛用の日焼け止めスプレーが多数市販されております。お出かけの時にお肌に日焼け止めを塗るのと同じように、このスプレーをちょこっと髪の毛に振りかければ紫外線による頭皮へのダメージを抑えて白髪を予防することができるでしょう。ぜひぜひ試してみてほしいと思います。ちなみに紫外線を避けるという点においては、出かける時間帯をコントロールするのも重要です。時間帯的には正午をピークとし、日中の10時から16時が最も紫外線量が多いとされています。雨の日や曇りの日であっても紫外線は関係なく降り注いでいますから、このような日中に出かけるのを控えるというのも髪の毛の健康を守るための一つの手だと思います。また紫外線は頭皮以外にも、もちろんお肌や目など体の様々な部位に悪影響を与えます。最悪の場合、皮膚がんや白内障など非常に重篤な病気を引き起こすこともありますし、たとえそこまでにならなくとも紫外線に当たった部位は細胞に傷がつき、みるみるうちに老化が進んでいってしまいます。ですからぜひとも頭皮用スプレーなど様々なツールを駆使して紫外線のダメージを最小限に抑えるということを心がけていただければ、5年後10年後のあなたの髪肌の状態は大きく改善されることでしょう。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目のこれからの季節に絶対にやるべき頭皮の日焼け止めについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次二つ目の一瞬で白髪を消す驚きの方法、美しいツヤを取り戻すための黒髪に必須の3つの栄養素について解説してまいります。さて白髪をなくし美しい黒髪を取り戻すための方法として、ぜひ皆様におすすめしたいのが白髪をなくす3つの栄養素を積極的に取るということであります。白髪をなくしてくれる素晴らしい栄養素とはビタミン B5、ビタミン B12、銅、この3つであります。1つ目のビタミン B5 は私たちの毛細血管を流れる血流を良くし、末梢の細胞を活性化してお肌のツヤや髪の毛の再生力を高めてくれるということが分かっています。さらに最近ではビタミン B5 の前駆体であるプロビタミン B5、別名パンテノールが髪の毛に高い保湿力を与えてくれるということが分かってきており、このパンテノールが含有されたシャンプーも市販されております。そして続いて2つ目のビタミン B12 ですが、こちらは私たちの髪の毛の黒さを作り出す生みの親メラノサイトを活性化してくれるという素晴らしいビタミンです。私たちの髪の毛のツヤのある黒色を生み出す色素をメラニンと言いますが、このメラニンはメラノサイトによって作り出されるんです。
そしてビタミン B12 はまさしくこのメラノサイトを元気にすることによって白髪を予防してくれるというわけなんです。そして白髪予防になくてはならない栄養素の3つ目が銅であります。髪の毛の黒色を作る色素であるメラニンはチロシンという物質を原料として作り出されております。このチロシンがメラノサイト内でチロシンキナーゼという酵素によって酸化されることでメラニンが誕生するんですが、このチロシンキナーゼが正常に働くために必要なのがこの銅なんです。そのため銅が不足してしまうとチロシンキナーゼによってチロシンからメラニンを作る反応が阻害され白髪となってしまいます。これら髪の毛の健康に必須の栄養素はすべて良質な赤身肉や魚に豊富に含まれております。ですから白髪予防のためにはとにかく良質なタンパク質を食事から摂取することを心がけてほしいです。このチャンネルでも何度かご紹介している通り、動物性のお肉であればグラスフェッドビーフを取るのがおすすめです。またお魚としましては EPA や DHA などのオメガ3脂肪酸がたっぷりのサバやイワシといった青魚がおすすめです。ぜひ白髪予防のためにもこれらの良質なお肉や魚を食事に取り入れてみてほしいと思います。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで2つ目の美しいツヤを取り戻すための黒髪に必須の3つの栄養素、ビタミン B5、ビタミン B12、銅の3つについての解説を終わりにし次に行きます。それでは次3つ目の一瞬で白髪を消す驚きの方法、毛根の汚れを洗い流す最強の韓国料理について解説していきます。さて白髪予防のためにぜひとも摂取していただきたい食事には今挙げた良質なお肉や青魚の他にキムチがあります。キムチをたくさん食べる民族というと皆さんはどんな民族を思い浮かべますでしょうか。そうです、お隣の韓国ですよね。そして韓国人は日本人以上に美しくツヤのある黒髪を持っているということを皆さんも薄々気づいていると思うんです。このような韓国人の美しい黒髪の秘訣はまさにキムチにあると言っても過言ではありません。なぜならばキムチには白髪を減らして美しく黒髪を復活させるための素晴らしい効能がたっぷりと含まれているからです。キムチの素晴らしい効能の一つとしてその辛味成分である唐辛子のカプサイシンが挙げられるでしょう。カプサイシンは私たちの舌にある痛みを感じる受容体という部分に結合することによって偽の炎症作用を引き起こします。この偽の炎症作用は私たちの感覚神経を錯覚させることで暑さを感じさせます。皆さんも辛いものを食べた時、冷たいはずなのになぜか暑さを感じた経験が一度ならずあることでしょう。このように偽の炎症によって暑さを感じることからキムチには強い発汗作用があります。このような発汗作用によって毛根に詰まった皮脂や汚れなどの不純物を洗い流してくれる作用があるんです。どれだけ丁寧にシャンプーをしても私たちの頭皮にはどうしても汚れが溜まってしまいます。顔の毛穴に汚れが溜まるとニキビになるのと同じように、頭皮の毛根に汚れや皮脂が溜まると毛根の細胞に炎症が起きて抜け毛や白髪の原因となってしまいます。定期的にキムチを食べて頭皮の発汗を促すことで毛根が清潔に保たれ、このような細胞の炎症を抑えることにつながるというわけなんです。またキムチは植物性の発酵食品ですので優れた成長作用が期待できます。腸を整えるために乳酸菌を摂ると良いというのはかなり有名な話ですが、最近は乳酸菌の中でも植物性乳酸菌を摂らなければ腸の健康にはあまりメリットがないということが分かってきました。なぜならばヨーグルトをはじめとする動物性乳酸菌は胃に届く前に分解されてしまうということが分かってきたからであります。ですがキムチの持つ植物性乳酸菌は生きたまま腸に届いてくれるため私たちの腸内環境を改善してくれる働きがあります。腸内環境が悪化して悪玉菌が優位になってしまうと私たちの腸内はガスや毒素で
いっぱいになってしまい、そのような毒素がなんと頭皮にも漏れ出してくるんです。このように毒素に侵された頭皮では毛根の細胞が傷ついて白髪の原因となってしまいます。キムチを食べて植物性の乳酸菌をお腹まで届かせることによって腸内環境を整えて、ひいては毒素を除去し頭皮の健康を保つことにつながるんです。さらにキムチには酸化ストレスの減少など他にも様々な素晴らしい健康効果があります。酸化ストレスは私たちの全身の細胞を錆びつかせてしまう働きがありますから、このような酸化ストレスを減少してくれるキムチはまさに若返りにうってつけの食べ物であると言えるんです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで3つ目の毛根の汚れを洗い流す最強の韓国料理キムチについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次4つ目の一瞬で白髪を消す驚きの方法、ケラチンたっぷりの強靭な髪質を取り戻す奇跡の食材について解説していきたいと思います。さて、実を言うとキムチと一緒にもう一つだけぜひとも皆様の食卓に加えていただきたい食べ物があります。それはズバリ納豆であります。納豆はまさに私たちの美しい黒髪を形作るための材料の宝庫と言えます。髪の毛の原料であるケラチン合成に必須の亜鉛、先ほども申し上げたメラニン色素の元となるチロシン、チロシン合成を司るチロシンキナーゼに必須な銅、さらには頭皮の血行促進を促すビタミン E など、納豆には私たちの髪の毛の健康を維持するための栄養素のほとんどが含まれていると言っても過言ではないくらい素晴らしい食材なんです。中でも納豆が持つ素晴らしい髪の毛の健康効果が亜鉛とビタミン E であります。亜鉛は脱毛を予防するための栄養素として昔から有名ですよね。亜鉛は髪の毛の主成分であるケラチンの生成になくてはならない要素になります。ケラチンは髪の毛の9割以上を占める成分で、ケラチンが不足してしまうと髪の毛が細くなってしまったり抜けやすくなったりします。これが亜鉛が不足すると剥げると一般的に言われている理由になります。さらに亜鉛はこのようにケラチンの生成を促して髪の毛を強くしてくれるだけでなく、毛根の細胞分裂を活性化して育毛を促進してくれる機能もあります。亜鉛によって毛根の細胞分裂が活発になると、メラノサイトによるメラニン色素の合成も活性化され、髪の毛が黒く保たれ白髪を予防することができるんです。また納豆が持つビタミン E は優れた抗酸化作用を持つ栄養素として有名ですが、私たちの頭皮の血行を促進してくれるという素晴らしき作用も持っています。私たちの毛根が細胞である以上、それが正常に機能するためには当然のことながら必ず酸素や栄養素が必要になりますよね。ですから毛根に酸素や栄養素を運んでくれる血行が良くなることで頭皮が健康的に保たれ、若々しい髪質を私たちは維持することができるんです。そしてもちろん納豆には納豆キナーゼや植物性乳酸菌など様々な健康上のメリットがあります。このような納豆の一般的な健康上のメリットについては私たちのチャンネルの過去の動画でもご紹介しておりますから、気になる方はぜひそちらも合わせてご覧になってほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで4つ目のケラチンたっぷりの強靭な髪質を取り戻す奇跡の食材納豆についての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次5つ目の一瞬で白髪を消す驚きの方法、髪が立ち上がってふさふさになる魔法の頭皮マッサージについて解説していきます。さて、どうしても納豆のネバネバや匂いが苦手で食べられないという方は、代わりに頭皮マッサージを試してみてはいかがでしょうか。頭皮マッサージには先ほどご説明した納豆のビタミン E の効果である頭皮の血行促進効果があるんです。ある研究によれば、
わずか1から3分間のマッサージを毎日3回半年間行っただけで、頭皮の血流量が優位に上昇したという結果が出ています。このようにマッサージを短い時間でもいいので長時間繰り返し行うことで、頭皮の持続的な血流増加と髪の毛の健康状態の改善が見込めるんです。さらに頭皮マッサージには頭皮の血行を促進するのみならず、毛穴の角度を調整して髪の毛の立ち上がりを良くするという素晴らしい効果もあります。そのため継続的に頭皮マッサージをすることで髪の毛が毛根からピンと立ち上がり、ふさふさで若々しい髪型を維持することができるんです。頭皮マッサージのやり方はとても簡単で、指の腹でしっかり頭皮を押す運動と頭皮全体を手のひらで優しくほぐす運動を繰り返すだけであります。ただしこの際に注意していただきたいのが、指先や爪などでゴシゴシと頭皮をこすってはいけないということであります。そのようにゴシゴシと頭を強くこすると、逆に毛根が傷ついてしまって抜け毛や白髪の原因となってしまいます。もし頭皮マッサージのやり方が全然イメージできていないという方は、1回でいいので美容室に行ってヘッドスパを受けてみてください。どんな風に頭をマッサージされると気持ちいいのかがわかるはずであります。一度美容室に行って感覚を覚えたら、あとはそれを真似するだけで OK です。あるいはヘッドマッサージに一度通ってみても良いでしょう。1日わずか2から3分のマッサージを半年やるだけで、みるみるうちに髪の毛が若返っていきますから、納豆嫌いの方もそうでない方も、ぜひ皆さん時間をとってぜひ試してみてほしいと思います。さていかがでしたでしょうか。それでは一旦この辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。この一元では一瞬で白髪を消す驚きの方法についてご説明いたしました。まず一つ目の方法が、これからの季節に絶対やるべき頭皮の日焼け止めでした。帽子をかぶるか、あるいは市販の紫外線をカットしてくれるスプレーを頭皮にかけようということをお伝えいたしました。そして二つ目の方法が、美しいツヤを取り戻すための黒髪に必須の3つの栄養素を摂取することでした。黒髪に必須の3つの栄養素とは、ビタミン B5、ビタミン B12、銅の3つでした。これらを効率的に摂取できる食材として、良質なグラスフェットビーフやサバなどの青魚がおすすめとお伝えいたしました。そして3つ目の白髪を消す驚きの方法として、毛根の汚れを洗い流す最強の韓国料理を紹介しました。最強の韓国料理とは、発汗作用によって頭皮の汚れを洗い落としてくれるキムチでした。そして4つ目の白髪を消す驚きの方法は、ケラチンたっぷりの強靭な髪質を取り戻す奇跡の食材納豆を食べることでした。納豆にはケラチン合成の鍵となる亜鉛、メラニン色素の原料となるチロシン、チロシン合成を促すチロシンキナーゼの活性に必須の銅、そして頭皮の血行促進を促すビタミン E など、美しい黒髪を生やすために必要な様々な栄養素が豊富に含まれているということをお伝えいたしました。そして5つ目の白髪を消す方法は、髪が立ち上がってふさふさになる魔法の頭皮マッサージを行うことでした。1回 2,3 分程度の頭皮マッサージを長期間続けるだけで、頭皮の血行が促進されて髪の毛が元気になるほか、髪の毛が立ち上がって髪がふさふさになるということをお伝えいたしました。それでは次に2限で、絶対やるな、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア5選について解説していきます。さて1限では、白髪をなくして美しい黒髪を取り戻すための簡単で素晴らしい方法を5つほど皆さんにご紹介したわけであります。これらの健康習慣を身につけるだけで、皆さんの髪の毛はみるみるうちに黒髪によみがえり、見た目の若々しさを取り戻すことができるでしょう。ですが一方で、私たちの頭皮の健康のために世の中には絶対
対にやってはいけないということが存在しております。そこで二元ではたとえ白髪を見つけたとしても絶対にやってはいけない禁断の白髪ケアを5つほど厳選してお伝えしていきます。それではこれから紹介していく二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケアを最初にまとめて発表しておきたいと思います。それは次の5つになります。絶対やるな、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア5選1、死んでもやってはいけない白髪を抜く。2、頭皮がかぶれて致命的な炎症を起こす白髪染め。3、毛根に深刻なダメージを与えるパーマ。4、キューティクルが開いて色素が漏れ出すダメな入浴法。5、髪だけでなく心の中から老けてしまう白髪を諦める。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきます。まずは一つ目の二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア、死んでもやってはいけない白髪を抜くということから解説をスタートしていきます。さて皆さん、白髪を見つけた時やってはいけない禁断のケアの一つ目が白髪をピッと抜いてしまうことになります。きっと多くの方が白髪を見つけて目立つのが嫌でそれを抜いてしまった経験をお持ちで、今これを聞いてドキッとされていることでしょう。ではなぜ白髪を見つけた時にそれを抜いてしまうのが絶対にいけないのかをこれから説明していきます。私たちの髪の毛というのは毛根に深く刺さっています。そんな状態で毛根から髪の毛を無理やり引っこ抜いてしまうと当然毛根の細胞が傷つきますよね。傷ついた毛根の細胞には炎症が起こり、炎症が起きた部位には様々な免疫細胞が集合してサイトカインをはじめとする様々な物質を放出するんです。このようなサイトカインによって黒髪の色素を作る大切なメラノサイトが失われてしまうんです。先ほど一元でもご紹介いたしましたが、メラノサイトは私たちの髪をメラニン色素によって黒く染めてくれる大事な大事な細胞であります。髪の毛を抜いてしまうとこのメラノサイトが炎症によってダメージを受けることから白髪は抜けば抜くほど増えてしまうことになります。皮肉ですよね。目立つのが嫌で白髪ピッと抜いたらさらに増えちゃうんです。また細胞が傷ついた毛根では二度と髪が生えてこなくなるリスクもあります。そうなってしまったら白髪どころかハゲになってしまう恐れもあります。ですからたとえ今日の動画の内容を全て忘れてもこれだけは覚えて帰っていただきたいです。白髪を見ても絶対に抜かないようにしてください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目の死んでもやってはいけない白髪を抜くについての解説を終わりにし次に行きましょう。それでは次二つ目の二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア、頭皮がかぶれて致命的な炎症を起こす白髪染めについて解説していきます。さて白髪を見つけても抜いちゃいけないよなんて言われても白髪をそのまま放置していたら若々しさが失われ老けて見えてしまいますよね。では白髪がある人は一体どうしたらいいのでしょうか。白髪を抜くのがいけないのであれば、もはや私たちに残されている選択肢は白髪染めだけです。ですが残念ながらこの白髪染めもやり方を間違えてしまうと頭皮に悪影響を及ぼして白髪をより増やしてしまう結果となるため細心の注意を払っていただきたいです。白髪染めを自分でやる時の注意点の一つ目が白髪染めの薬液を頭皮に直接つけないようにするということ。白髪染めの薬液が直接頭皮についてしまうと毛根がかぶれてしまったり白髪を抜いた時と同じように頭皮が炎症を起こしてしまう可能性があります。このように頭皮がかぶれてしまうとかゆみが原因で寝ている間などに無意識に頭皮をかいてしまい、それがさらに頭皮を傷つけてしまうという悪循環に陥ってしまうんです。くれぐれも白髪染めをするのであれば薬液が頭皮につかないよう細心の注意を払ってください。
そして自分で白髪染めをする時の注意点の2つ目は、1回で全体を染めないようにするということ。1回で髪の毛全体を染めようとしてしまうと、髪の毛や頭皮へのダメージが非常に大きくなってしまいます。また本来であれば染めなくてもいいような健康な黒髪まで一緒に染めることになってしまい、正常な髪をね、無意味に傷つけてしまうことになります。ですから白髪染めをするときは面倒かもしれませんが、その都度一本一本気になる白髪だけを染めるようにしてほしいです。これらの他にも塗布時間の管理や前処理など、自分で白髪を染めるのにはたくさんの注意点があり、素人にはちょっと難しいというデメリットがあるというのが現状です。そのため白髪染めは少しお金をかけてでも専門の美容師さんに頼むのが一番あなたの頭皮を守るために良いかもしれません。今まで美容室に行ったことがなかったような男性の方であっても、新しい経験だと思って白髪が気になり始めた今のうちに、ぜひお気に入りの美容室を見つけておくと良いでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで2つ目の、頭皮がかぶれて致命的な炎症を起こす白髪染めについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次3つ目の、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア、毛根に深刻なダメージを与えるパーマについて解説してまいります。さて、白髪を見つけた時に絶対にやってはいけないことの3つ目が、白髪染めと一緒にパーマをかけてしまうことになります。先ほど申し上げた通り、白髪染めをするだけでも頭皮と毛髪とに相当な負担、相当なダメージを与えてしまうということを忘れてはいけません。そこに追い打ちをかけるようにさらにパーマを当てることによって、頭皮や髪の毛には致命的なダメージが蓄積されてしまいます。さらに白髪染めと同時にパーマをかけると、せっかく染めた色素が脱色してしまうというデメリットもあります。ですから頭皮へのダメージを最小限に抑えつつ、白髪染めの効果を最大限に引き出すためには、パーマと白髪染めは面倒であっても別の日にかけてもらうことにしましょう。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで3つ目の、毛根に深刻なダメージを与えるパーマについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次4つ目の、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア、キューティクルが開いて色素が漏れ出すダメな入浴法について解説していきます。さて、白髪を見つけた時に絶対にやってはいけないことの4つ目が、髪の毛を濡れたまま放置するということであります。といってもこれは白髪があるなしに関わらず、一般的に髪の毛の健康にとってやってはいけないことの一つですよね。ですが特に白髪染めをした後などには絶対に髪の毛を乾かさずにそのまま放置してはいけないんです。皆さんは髪の毛の表面を保護しているキューティクルという物質をご存知でしょうか。キューティクルは髪の毛の保湿や保護に働く、いわば天然のバリアですが、髪の毛が水に濡れるとこのキューティクルが開き、髪がね、無防備になってしまうということが知られているんです。そのためキューティクルが開いたままの髪の毛を放置してしまうと、髪の毛が乾燥やホコリをはじめとする様々なダメージに直接さらされて傷ついてしまうというわけなんです。また髪が濡れてキューティクルが開いたままだと、せっかく白髪染めをしたカラー剤がどんどん流れていってしまいます。ですからこのような理由からも、ぜひシャワーの後はすぐにドライヤーで髪を乾かす癖をつけていただきたいと思うわけです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで4つ目の、キューティクルが開いて色素が漏れ出すダメな入浴法についての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次5つ目の、二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケア、髪だけでなく心の中から老けてしまう白髪を諦めるについて解説していきたいと思います。さて、白髪を見つけてしまった時絶対やってはいけないこととして最後に紹介するのが、若さを諦めてしまうということ。
私たちの若々しさというのは何も見た目だけで決まるわけではありません。むしろ本当の若々しさは見た目よりも内側のエネルギー、中身で決まると言えるのではないでしょうか。白髪を一本見つけただけで、ああもう自分は若くないんだとしょんぼりしてしまって悲しい気持ちに沈んでしまったらどうなるでしょうか。見た目だけでなく心の中までもがどんどん老けていってしまいますよね。ですから白髪を見つけたからといって絶対に若々しさを諦めてはいけないんです。私たちの心の中の状態、すなわち私たちが持っているマインドというのは客観的な現実に大きな影響を与えるということがポジティブ心理学によって明らかになっております。ですから自分はもう年を取ってしまった、もう老けてしまったと思っている人は実際に老けてしまいます。逆に自分はまだまだ若々しいそう思えている人は実際に見た目や体が若くなります。ですから白髪を見つけてしまったとしても若さを諦めないでください。若さを保つための努力を放棄しないでください。さていかがでしたでしょうか。ここまで申し上げてきた通り、健康的な食生活や紫外線の防止などのちょっとした工夫によって白髪の進行というのは食い止めることができるんです。また多少のお金を払って美容師さんに頼めば軽い白髪程度ならば見違えるように綺麗にしてくれるんです。さらにもっと年を取って白髪が隠せないぐらいになったら今度はむしろ白髪を活かすようなヘアスタイルを試してみるのも良いでしょう。世の中には白髪を活かすヘアスタイルを維持することによって70歳になっても若々しく見える美しい方がたくさんいらっしゃいます。むしろそのように常に前向きなメンタルを持ち続けることが見た目のみならず心の内側から若々しくなるための秘訣であります。ですので白髪の1本や2本たとえ見つけてしまっても決して落ち込まないでください。前向きな気持ちを持ち続けることこそが本当の意味の若々しさなのですから。さていかがでしたでしょうか。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょう。2限まとめ。この2限では二度と髪が生えなくなる禁断の白髪ケアについてご説明いたしました。一つ目は死んでもやってはいけない白髪を抜くということでした。白髪を抜くと毛根がコッパみじんに破壊され二度と髪が生えてこなくなる恐れがあります。そして二つ目にやってはいけない禁断の白髪ケアは頭皮がかぶれて致命的な炎症を起こす白髪染めでした。白髪染めの薬液が正常な黒髪や頭皮に付着すると毛根が炎症を起こし白髪でない髪までもが深刻なダメージを受けてしまいます。そして3つ目の禁断の白髪ケアは毛根に深刻なダメージを与えるパーマでした。そもそもパーマは髪にダメージを与える上に白髪染めの後のパーマは色素が落ちるのを早めてしまうことが知られています。そしてやってはいけない禁断の白髪ケアの4つ目がキューティクルが開いて色素が漏れ出すダメな入浴法でした。入浴後に髪を濡れたまま放置すると開いたキューティクルからせっかくの黒色の色素が漏れ出してしまいますから、お風呂上がりはすぐにドライヤーで髪を乾かすようにしてください。そしてやってはいけない禁断の白髪ケアの5つ目が髪だけでなく心の中から老けてしまう白髪を諦めるという行為でした。白髪ができたからといって若々しさを諦めてしまっては心の中からどんどん老けていってしまいます。むしろ白髪を生かすヘアスタイルを検討するぐらいの前向きな姿勢が心の中から若返る秘訣であるとお伝えいたしました。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。